彼女は彼に休むようにアドバイスしました。She advised him to take a rest. 彼女は彼に休むようにアドバイスしました。彼女は彼に休むようにアドバイスしました。トムはピーナッツにアレルギーがあります。Tom is allergic to peanuts. トムはピーナッツにアレルギーがあります。トムはピーナッツにアレルギーがあります。血液は栄養素の循環を担う液体です。Blood is the fluid responsible for the circulation of nutrients. 血液は栄養素の循環を担う液体です。血液は栄養素の循環を担う液体です。あなたの脈は正常です。Your pulse is normal. あなたの脈は正常です。あなたの脈は正常です。彼女は手ではなく肘にくしゃみをしました。She sneezed into her elbow, not her hand. 彼女は手ではなく肘にくしゃみをしました。彼女は手ではなく肘にくしゃみをしました。トムはメアリーが足を引きずっていることに気づいた。Tom noticed that Mary was limping. トムはメアリーが足を引きずっていることに気づいた。トムはメアリーが足を引きずっていることに気づいた。彼はサッカー中に腰を骨折しました。He broke his hip playing football. 彼はサッカー中に腰を骨折しました。彼はサッカー中に腰を骨折しました。この町には病院がないので、一番近い町に行かなければなりません。There are no hospitals in this town, so we have to go to the nearest city. この町には病院がないので、一番近い町に行かなければなりません。この町には病院がないので、一番近い町に行かなければなりません。使用された薬は非常に効果的だと判明しました。The medicine used proved very effective. 使用された薬は非常に効果的だと判明しました。使用された薬は非常に効果的だと判明しました。多くのがん患者は化学療法のせいで髪を失う。Many cancer patients lose their hair because of the chemotherapy. 多くのがん患者は化学療法のせいで髪を失う。多くのがん患者は化学療法のせいで髪を失う。錠剤をコップ一杯の水に溶かします。Dissolve the tablet in a glass of water. 錠剤をコップ一杯の水に溶かします。錠剤をコップ一杯の水に溶かします。彼女は長旅に耐えることができる。Can she endure a long trip? 彼女は長旅に耐えることができる。彼女は長旅に耐えることができる。トムは筋肉を痛めました。Tom pulled a muscle. トムは筋肉を痛めました。トムは筋肉を痛めました。痛みは激しいものでした。The pain is intense.痛みは激しいものでした。痛みは激しいものでした。病気になって初めて健康は評価されます。
Health is not valued until sickness comes. 病気になって初めて健康は評価されます。病気になって初めて健康は評価されます。喫煙は悪い習慣です。Smoking is a bad habit. 喫煙は悪い習慣です。喫煙は悪い習慣です。彼女は今にも気を失うような感じだった。It seemed as if she was going to faint. 彼女は今にも気を失うような感じだった。彼女は今にも気を失うような感じだった。恥ずかしいしゃっくりが止まりません。I can't stop my embarrassing hiccups. 恥ずかしいしゃっくりが止まりません。恥ずかしいしゃっくりが止まりません。傷跡は治癒中です。The scar is healing. 傷跡は治癒中です。傷跡は治癒中です。彼は鼻血が出た。His nose bled. 彼は鼻血が出た。彼は鼻血が出た。